食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさ、で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を外れにです。いやがましゃ。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、おら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか？会長、三代目。会長、10年、お前のいない10年で東上会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
おう、ちょっと待てよ。ん？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったくらいよ。まあええわ、ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうて、平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うたんや。俺がその平和ボケしたアホだと？もうそうや、ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう、ならばその挑戦受けて立つ。Hello!
動かない。これで分かってやろう。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。おい、あんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か？さあねえ。まあ情報屋なら知ってんじゃねえのか？そうか。じゃあ用はない。じゃあね。ちょっと待てよ、おっさん。なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。
あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。